今日もまだ大人の時間、こんにちは、こんばんは、おはようございます。ギーコちゃんです。さあ、今日はね、サンチュアリードラゴンを使ってイザナミに挑みたいと思います。いきますよ。まあ、ウンディーネがいればね、どれもなるということを皆さんにお見せしたい、そんな動画なんですよ。まあ、いつも通りなんですけどね、それはね、いつも通り私はウンディーネを使わさせていただいて、はい、攻略に挑んでるんですが、今回も証拠でもなくね、ちょっとうまくね、ウンディーネを下に揺らしながら攻略をしていきたいなと思います。OK、でサンクチュアリードラゴンで、横間で倒します。ウンディーネさんを、この下の真ん中に配置しておくだけでボスを倒すことができる。間違えた、ボスじゃない、この真ん中のゾンビだ。見ててね。ウンディーネさんに、学びの、あ、学びじゃねえや、遊撃の1級 M 以上だっけ、つけるとこのような形になります。あれ、なんだ、ちょっと待って、何かおかしい、何かがおかしい。いくよ。そうそうそう、なんで今倒せなかったの。あれ、爆発に巻き込まれた。あれ、爆発、あ、そうだ、爆発したナポレオンが、爆発を巻き込んだナポレオンの自分の爆発がこう誘発しながら、何だ、日本語難しいな、なんだ、ウンディーネに近寄ったからこんな風になっちゃった、そんな感じだよね、今のね。単純に難しいんだけど、なんでそれぐらいなのか分かるけど、俺にも、まあ、レッドブルうまいね。さあ、ここもね、ここも、同じ、まあ、当てるだけ。あ、サンクチュアリードラゴン、いいね。サンクチュアリードラゴンは適当に動けばいいかな。本当は下に行きたいんだけど、多分無理。止まっちゃってる系の足だ。次は縦かな。そうそうそう、ウンディーネが一人いるだけで、もうイザナミは、火ダメさえ気をつければね、簡単になってくるという感じでございます。ボボボンボボボボ。よし。こんな感じかな。オッケー。で、これでサンクチュアリードーゴンで倒せるね。サンクチュアリードーゴンで倒したら、次はね、ウンディーネを左下に配置すれば基本的に、上3体を倒すことができる。左下配置ね、右下でもいいけど、ここら辺に置いとけば毎回、倒すことができます。ゾンビ含めて、リドラ2体、あ、リトラ2体だね。これ倒せればだいぶ楽になってくる、いろいろとね。お、こうなったらもう最高。もう倒しながら進んでいくだけです。ザコ倒しながら進んでいけば、もうゾンビの復活率が下がりますから。お、こうなったらサンクチュアリドラゴンのストラクチャーってなんだっけ、波動砲撃つ、ちょっと微妙だから、一回上当てってからゾンビを倒しに行こう。ゾンビ3体倒すからね、どうにかなります。で、次はそうだな、できれば右の方にいたい。ここら辺に行っとけばうまく戦えるはずだ、立ち回れるはずだ。ウンディーネちょっとずらしとこう。それ、こんな感じで、こんぐらいでいいかな。次、回復したい。いいね、サンクチュアリドラゴン別に悪くないかもしんない。あ、俺配置ミスった、真ん中だっけ、左側でしたね、完全なミス。何やってんだ元ボケさん。まあ1ターン目でこれで動けたからいいけどね。さあ、こっからはね、もうほぼほぼ遊びです。
んでれば当てればもう爆裂系のダメージがね稼げますから。サンクチュアリドラゴン連れてったって別に問題ないってことだよ。つまりね、つまりはーってやつだよ。サンクチュアリドラゴンさんは上行ってみようか。どうなんだ、おー倒せないか無念。じゃ次こそ右下に行こう。右下にいるやつが左のリドラ当ててから、あれ全然ダメだった。あ、でも場所がいいね。うん、場所がすごくいい。火ダメだけ気をつけよう、火ダメだけ。次。お、これむずいね、場所が。ちょっと運陣で左に使っておこう。ウンディーネさんをうまくずらしたい、そんなお年頃。そっとしてウンディーネ、そら右から入っていくか。こうなったら右肘左肘交互に見て、見事に上行ったね。まあ俺の操作が下手なだけだ。うまい方はもっとうまくできるぞ。ナッポちゃん強いね、ここ。ナッポナッポ、ナッポのマークのナッポ。さあさあ、そうですよ。カンカンするね。カンカンするね、あなた。おう。オッケー。オッケー。あ、なんで上行っちゃうんだよ。じゃあもう。本当にいいの？もう本気出しちゃって、俺。知らないよ、もう。早く取って。ウンディーネをなぜか上に超ずらして、完全な失敗だね。真ん中だよお前、ウンディーネ。何そこ、何そこ。お、ストライクショット使ってみよう。ストライクショット狙った方向に、セーブの方向。あー30万ね。うん、なるほど。ウィーン少年歌唱団、これ無理だわ。だからウンディーネさん変なところに配置しちゃってるけど、まあまあまあいいか。攻撃力アップでかいよ。いいよいいよ、その感じいいよ。それサンクチュアリドラゴン触りたい。 OK、 いいんじゃない、位置はいいんじゃない。それボボボボン、うん、しつこいね。お、外で結婚式がね繰り広げられてますね。皆さん下手だな今回。どうしようどうしよう、そんなに下手だと実はさすがに。回復します。あ、2個、そんないらねえな、2個はいらない。チュアリドラゴンじゃ横貫して上がっていくか。そうだね、横貫して上がってって最後一度でうまくしたい。ボン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 、うん、これにとけば特に問題なく動けるでしょう。これ倒したら一回、あ、いいや、倒したらで、うキーハート欲しいよ。タッタッタンダチャララチャララタラタラタ、どうにかサンクチュアリドラゴンでとどめを刺したいんだ。でも号令、今の時間不可能ってもんじゃないって。いいぞ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 、サンクチュアリドラゴンでいけるよこれ。いくぞ、しゃあ、やっぱりねこれがやりたかったんだ。サンクチュアリドラゴンでクリア。中動画これ、いや本当はウンディーネもっとうまく使えば早いんですよ。全く恐ろしいことになったぜ。いやーまあ運曲運枠としてはね使えないこともないかなと思います。おっと
何も持ってこないそんなドラゴンでございますが、はい、皆さんぜひぜひ使ってみてください。以上、ぎこちゃんでした。バイバイ。